マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズスーパーマリオ 3D コレクションスーパーマリオ 3D コレクションは2020年9月18日から2021年3月31日までの期間限定で生産販売されていたニンテンドースイッチ用アクションゲームスーパーマリオブラザーズの発売35周年記念キャンペーン作品として ニンテンドーから発売された。同キャンペーン終了日の23時59分にダウンロード版の販売を終了した。また、パッケージ版も同様にマイニンテンドーストアでの販売が終了し、翌4月1日以降は流通在庫のみとなっている。ダウンロード版は、ニンテンドーカタログチケットとの引き換えが可能だった。また、店頭のポサダウンロードカードも、ダウンロード版終売後も、 その有効期限までは初回ダウンロード可能。以下のマリオシリーズ3作品をグラフィックは HD 画質に対応したほか、任天堂スイッチでプレイしやすいようにタイトルごとに若干リニューアルしたリメイク版として収録。ゲーム開始前に言語が選択できるため、外国語版でプレイも可能。また、収録3作品のゲーム内楽曲を聴くことができる。なお、 スーパーマリオサンシャインの楽曲については全曲の音源化は初であると公式サイト及びゲーム内に表記されている。かつてと同様のテレビ機器と接続して遊ぶ他にすべて携帯モードでもプレイできるようになっており、スーパーマリオギャラクシーはオリジナル版の二人プレイも可能でジョイコンのお裾分けもできる。対応コントローラーについては当初は ゲームキューブコントローラーのみ対応していなかったが、2020年11月17日配信のバージョン1.1 0からスーパーマリオサンシャインプレイ時のみ対応となった。なお、スーパーマリオ64は2004年に、Nintendo DS シリーズ向けのリメイク作、スーパーマリオ 64DS、スーパーマリオギャラクシーは2015年に、Wii U 向けのダウンロード版ソフトとして配信されている。 ものの、スーパーマリオサンシャイン外食、リメイクなどの形で再度リリースされるのは今回が初である。なお、移植は古いコンソールのエミュレーションによって達成されたことが明らかになっている。オリジナルからの変更点を記述する。オリジナルの日本語版の後に修正等が加えられ、発売された北米版、欧州版と日本の後期版に取り入れている。ありがとうございます。